ゴレニフは、ポーランド北西部のポメラニアに位置する町。2004年の時点で22,399人が、住む。かつては、シチェチン県に属したが、1999年の、行政区分裁編で西ポモージュ県に組み込まれた。ゴレニフ郡の中心都市でもある。カシューブ5名は、ゴールノ、ドイツ5名はゴルノー。ゴレニフ平原の、ゴレニフの森の北緯53度33分。 統計14度49分に位置する。総面積12.5平方キロ。近くを国道3号と6号が通る。最寄りの港はヘレノフ港で、市街の東にはシュチェチンゴレニュフ、連帯空港がある。1264年にポメラニアコーバルニム一世が、村落にマクデブルク法とそれに付随した特権を与えたのが地名の書室で、 1314年には地元で主流だったリューベック法を導入した。この時代にはドイツ語名のゴルノーで知られていた。森林を伐採し、イーナカ河口のイーナミンデからバルト海へ輸出することで栄えた。木材交易では近くのシュテッティンと競い合ったが、1615年に両者の間で調和条約が調印された。30年戦争で町は荒廃し、 1648年のベスト・ファーレン条約と1653年のシュテッティン条約で1630年のシュテッティン条約からこの地方を占領していたスウェーデンにスウェーデン領ポメラニアとして併合された。1677年にバルト帝国からブランデンブルクプロイセンに支配が移ってからは職人のレベルが着実に上がっていった。19世紀には 工芸も工益も産業化し、銅材工が1件、縫い針の製造が1件、家具製造が数件、醸造所が3件、上流所が1件、製粉所が5件あった。19世紀から20世紀にかけて、鉄道の要衝となり、1882年にはの、イダムやナウガルト、1892年には、カミンやボリン、1903年には、マスオとそれぞれ鉄道でつながった。 1815年から1945年にかけ、プロイセンの行政区画であるポンメルン州に属した。第二次世界大戦末期の1945年3月7日に、赤軍に占領され、ポーランド領となった。町のドイツ人住民は逃亡か追放され、ポーランド人が再定住した。このほか、近くに観光客に人気のヤルシェフコという村がある。ありがとうございます。